大橋和は、日本の政治家。京都府福知山市長、元京都府議会議員。京都府立福知山高等学校卒業。1976年3月、立命館大学法学部卒業。1980年4月、裁判所職員に採用される。2005年12月31日、裁判所を退職。 2007年4月の京都府議会議員選挙に無所属で出馬し初当選。2011年と2015年の府議選は民主党の推薦を受けて当選した。2016年5月15日、講演会、大橋和夫を励ます会と政治団体、福知山市の明日を築く会の役員会が開かれる。出席者から福知山市長選挙への出馬を望まれ決断。 アクル5月16日に不義を辞職。同年6月12日に行われた市長選挙に無所属で出馬。自由民主党と民進党の推薦を受けた現職の松山正春を破り初当選した。6月20日市長就任。選挙の結果は以下の通り。当日有権者数63,114人。最終投票率。 53.66%2020 年6月14日の同選挙で再選。当日有権者数62,917人。最終投票率49.8%。ありがとうございます。